ゆずちゃんなんで辞めたんだろう。なんかとある筋から聞いたものだと、やっぱりちょっとそんな精神的にっていう書き方を普通に公式のページで、俺もなんか一応手書きで書いてるの見たんだけど、じゃあその精神的にっていうのが仲間内だとは思えないから、やっぱりそのリスナーとかファンの間の誹謗中傷だと思うんだよね。多分ね。ああ、まあ学校、でも学校だったら逆にそのアイドル活動のめり込めるじゃん。もう精神的に来ちゃってっていうのも、でも学校じゃないと思うんだよね。その活動する場所、そこのフィールドでのなんかトラブルとか、なんか精神的に来るものだと思うんだけどね、俺は。そう、一番最年少の子が、まあなんか辞めちゃったみたいな。まあでもね、そう。でもなんかしっかりさ、途中でさ、なんかいきなりイベント中止にしないといけないような辞め方じゃなければ、まあ致し方ないのかなっていうところはあるけど、まあちょっとね、やっぱりそのこれこれの元で、これこれがプロデューサーで、その下でアイドルやらせてもらえるっていうところで、誹謗中傷はね、我慢できる。ある程度覚悟しないと、ダメなところよね。ある程度は。そう。だやっぱりさ、その、スタートがさ、やっぱりその、アイドルってスタートが地下から始まってつって、それでなんかたくさんファンを集めてっていう段階をね、一気に乗り越えた状態からスタートできるわけだから、それはやっぱりいろんな人が僻むだろうしね、それはいろんな人からやっぱり悪口言われたりだりするだろうしさ、そうスタートラインが違うし、だからもうちょっとなんか言い方悪いけど、これこれの元でアイドルするってチートなのよ。マリオで言うとね、みんななんか1の1からスタートしてるけどもね、これこれこれの元でアイドルやるっていうのはもうなんか4の1ぐらいからスタートしてんのね。1の1クリアしなくていいよって、4の1から始めようねみたいな、そういうラインだから、そういうレベルだから、その分やっぱりいきなり難しくなってるから、そこに合わさってないよね。レベルがなんか4の1から戦えるレベルじゃなかったってことだよ。だから、あと、その、これこい、そう、これこれがプロデュースしてるアイドルのこれこいに対して、ヘイトを向けるこれリスがいるの。なんでかって、そいつらの気持ちもわかんの。これこれっていう配信者を応援してて、これこれの活動を応援してて、これこれの放送を応援してる人たちからしたら、ね、そう、アイドルプロデュースをすることによって、配信料減ったりとかするの。だから、そう、お前らの、ね、お世話のせいで、俺らが楽しみにしてた生放送の時間が奪われてんだよ。お前ら許さねえぞっていうヘイトの向け方をする人たちも少なからずいるの。そういうのはもう消しても消しても生まれてくるから、もう我慢するしかないんだよね。そのなんか下でアイドルやってるこれ恋の人たちは、これ恋の子たちはね、プロデューサーして成功しないやん。いや、だから、その、これこれがプロデューサーして成功してない。ね。確かに俺も成功してはいないと思うよ。だけど、一回、ね、ユニット解散まで追い込んで、悔しいからもう一回やるっていうのが、俺めっちゃかっこいいと思ってて、プロデューサーとしてのこれこれめっちゃ好きだ。もういいやっつって。別になんか他でもいくらでも稼げるしって、俺だったらなっちゃうから、プロデューサー俺向いてなかったわっつって。分解して、もういいやっつって。もう本当に生放送にのめり込もうみたいな。できんのに、一回ダメだった。いろいろあの手この手使ったけどもダメだった。だからもう一回やり直さしてっつって、俺もう一回やるからっつって、2回目名前変えてユニット作ってるわけじゃん。それがマジでこいつ活かすやんって思っちゃうじゃん。俺はなんかそこがあるから、そのなんか配信者のこれこれとか YouTuber のこれこれというよりは、そのプロデューサーとしてのこれこれの方がなんか考え方とか気になるし、結構好きなんだよね。そう思うと何年も続けられてる坂道やモームスはすごい人たち。まあすごいと思うけど。でもやっぱりあの人たちって一からじゃん。そう。だからこれこいでなんか活動するって結構精神力高めな子じゃないと、やっぱきついと思うよ。そう。だから今ずっと残って、新しく研修生として入ってる子を、なんか、誰が一番好きですかとか聞かれるんだけど、それが言えない理由って、まだなんか見分けられないじゃん。そう。なんか前から言ってたんだよ。なんか今推し作るのやめた方がいいよ、つって。誰を推しますけみたいな感じで言ってる奴らいたけど、いや、推しなんてさすがにできねえよ、つって。まだ研修生っていうラインで止めてんのに、なんで推し作ってんのみたいな。いつ辞めるかわかんねえしっていうのは、だからこういう理由なんだよ。だってさ、なんか、押すって決めてさ、やめちゃったらもうさ、それで終わりだし悲しいじゃん。せっかく押そうと思ったのにみたいな。日和が一番長いのすごい。あ、だから、日和ちゃんはマジで精神力高いんだと思う。結構逆境乗り越えてきてるからね。そう。
メンバーでいじめがあると思う。いや、俺ね、メンバー内のいじめとかではないと思うんだよね。さすがに。マジで多分誹謗中傷とかだと思うよ、普通に。まだに DM 開放してるのが信じられん。あー、なんか、ね、アンチホイホイにもなるからね、DM ってね。まあ、確かになそうだね。DM 送れんのか。タヌキのスクショが送られてくるって。あー、もう、それはもう制限かけた方がいいかも。DM、そうだね。いや、直接ダイレクトメッセージ送れるようなところは全部封鎖してもいいかもしんないね。で、だってスタッフもいるんだから、ね、ギフトだったりとかさ、手紙だったりとか、中身確認して、なんか、ね、そのアイドルたちの、ね、メンバーたちのモチベーション下がるようなものは全部排除してあげた方がいいと思うけどね。